興奮は強い。リズナちゃんずっと興奮しててほしい。強いから。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、ゴーマレーフレンイズナやっていきたいと思います。前回ですね、神の明朗、タクシキ様がいるという神の明朗の地下8階まで来まして、まあ爆弾の罠のところでお札が消滅したりいたしましたが、なんとかね、8階までは来たということで、また続けてね、進んでいきたいと思います。ということで、今回は9階からです。レッツラゴー。9階。階段は近くにありますね。ポチー。三鏡を拾いたい。敵がいっぱい来てる。地獄絵図。何ですかそれ。地獄絵図は別に持たなくてもいいんですけど。痛い。攻撃が結構痛くなってきた。っていうか、防御力が90下がったのが意外に効いている。地獄絵図。ちょっと一旦置いて見てみましょうか。地獄絵図。ショックで最大 SP が増えるが、覚悟はできてる。できてないです。ほい。いらない。呪いの罠。悪魔の爪。54、41、まあそこそこ優秀。一旦ナイロン。ナイロンは100食らわせてくるんで。三鏡だ。貼っときますか。あと2枠。まあ後でね、最悪剥がせばよいので。ベトッチョ。500。これで500オーバー。さてさて。土木モグラ。まあもともと570ぐらいあったのかな。なんで、そんぐらいまで戻せれば、ダメージももうちょっと減るはず。いや、意外にここまで強化してもやっぱり油断ならないものですね。なんかが来てる。カツビさん。えい。烈風。暗闇。騙された。悪魔の爪。悪魔の爪強いです。さて、回復アイテムとかも豪華の霊符。猛毒ガン。こっち戻れるかな？あ、戻れますね。眩しい。部屋は意外に、ここは狭そうな予感がいたしますが。あれ、ぶっかけだこ、ぶっかけだこ。何をぶっかけてくるおつもりですか？硬いですね。じゃあ、もう、なんかいますね。雲外強化。地獄絵図はちょっと怖いので先に行ってしまいますか。部屋なさそうですしね。ではでは10階。 BGM は別に変わらない。階段が近くにあるのは助かりますね。最悪逃げられる。あふん。引きましょう。一旦引きましょう。あ、やべ、挟まれた。順番的にはまあとりあえず退路から。間違えた。タイルを確保し、炭か、炭なら許します。ムレムレとかにしてこなければ。岩頭に囲まれてますね。ナイロンは来てない。見えない見えない。何か貼られた。劣化。えい。劣化貼られたのは嫌です。眩しい。うん、いやらしい敵が。興奮。興奮は助かる。なんか、いつぞやの雲の進化版みたいな。暗闇の雲。興奮は単純にね、攻撃力が上がるバフですからね。帰還。無双に帰還貼っとこっかな。えい、貼っときます。足かせ。興奮は強い。リズナちゃんずっと興奮しててほしい。強いから。さーてさて。ここは。レベルも63になりましたね。だいぶ強い。クリア時にはどのぐらいのレベルになっていることやら。99かな？粉吹いちゃうよ。毒。混乱してません？よし。混乱は困りますね。毒が抜けた。敵がいっぱい来てる。
当たってます？当たってはいるか。えい、増えた。混乱させられるのが一番まずい。混乱がまずいですって。やばい、混乱はめの気配。混乱はめの気配がする。これ別の方向を向いて攻撃することで治ってる。よし、ほい、回復しておきましょう。暗闇罠だらけですね。罠だらけですね。もうなんか全然油断できない。防御力これだけあっても全然油断できない。これがローグライク。お部屋が増幅7、豪華92。大丈夫です。爆弾はちょっとトラウマがありますが大丈夫です。興奮、また興奮踏んだ。さあ、興奮踏んだんです。この上の方に部屋がなければ、ああ、次の階行っちゃいましょうか。ないですね。まだまだ先は長いよ。まだ10階ですからね。少なくとも16階まではあるはずなので。お、 BGM が変わりましたよ。っていうことは、BGM が変わるのが半分だと勝手に仮定すると、20回ぐらいってことになりますね。本当かどうかは知りませんが。わ、増えた音がしたな。粉はやめてほしい。混乱は厄介。8方向に攻撃するのが厄介ですね。くっ、ちょっとずつひどい目に遭っていく。まあ、とりあえず20回だと仮に想定しておきましょうか。で、今回はそうですね、16回ぐらいまでいけるといいな。かっこ仮。16回でボスの可能性もありますからね。そこの期待は持っておきましょう。うわ、半生首親。敵がいっぱいですね。500あっても100食らいますからね。これは防具は鍛えるのが前提な気がする。悪魔の爪、悪魔の爪なんて200食らわしてきますからね。これも悪魔の爪か。いや違います、巨人の爪。ポチは読んどきましょう。マキピシ、雲外鏡。さてさて、まだ広そうですか。さて、広そうに見えてそんなに広くなさそう。っていうか部屋がなさそう。悪魔の爪、悪魔の爪がいっぱい出てこられるとまずいですね。さて、こっちの方に部屋がなければもうないということですね。ない。では次、12階。広いお部屋だ。無双の太刀68。無双にしては微妙ですね。微妙無双はいらない。うわ、タコがダブルで襲ってくる。あれ、タコいなくなりましたね。逃げた、逃げた子？えい、後ろから来てますね。岩頭も結構硬くて、あっ、なんということでしょう。復元打っときますか。無双の太刀、とりあえず。うわ、いっぱいいる。もうなんかあれですね、ひびが入ったら階段即降りを始めてもいいのかもしれない。とりあえずね、ブグ屋さんまで戻れば修復は効くわけで、お金高いけど。ふむふむ、ここは地獄絵図のような。くっ、えい、
暗闇の雲。手裏剣。アイテムがいっぱいありますが、浄化、ポチ。ポチは見る。でもなんか部屋ね、北の方にいなければもうない感じはしますね。56、うん、71、うん、100超えてくれるとコテは強いんですけど。爆弾に炭、後ろに引きますか。ほい、めっちゃ入ってきます。さーて、こっちになければ、うわ、ありましたね。あったけど何もない。何もない部屋。じゃあ次の階行っちゃいましょう。よいしょ。これは？こっちか。ほい。一旦ナイロン。お、なんか落としましたよ。無双落としましたよ。強い！超強い！じゃあこの修羅を捨てて、この無双を対ボス用ウェポンにしましょうか。そうですね、強っ。こういうことですよ。こういうのが醍醐味ですよ。強い武器を拾うことこそが醍醐味。では次の回いっちゃいましょう。暗いし。13回、飛竜。71、まだまだ先は長いのかしら。こちら、やばいのいる。爆破する？なんかスリーマンセルで攻めてきてるやつがいますけど。うわ、とりあえず退路。えい、横から来そうな気がします。半生首親子、岩頭、後ろから来てるな。うっ、やっぱ無双はあれか、修理したところでって感じはしますね。仕方ない、この無双が224の無双があるんで、ここはもう、うわ、こっちから来ました。何しましたレベルが下がった。地獄のような道を間違えた。くっ、見えないから今1マス離れてるんで、これで爆発してもらいましょう。連鎖爆発してください。こちら金、近くのアイテムが吹っ飛ぶ。吹っ飛ばなかった、敵か。なるほど、そういうことか。敵だから吹っ飛ばないのね。レベルアップ、戻ってきました。ほい、劣化はいらないんですって。増幅41、回心55、増幅6。ここで復元があると、これまずみですね。周囲に炎で攻撃。でも劣化足んないな。劣化使っちゃいましょうか。60、よし、使います。ドド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 ド、強っ。強いけど一発じゃ倒せてね。まずはこれを倒すべき。くっ、数を減らしていかないと。ボコボコにされてますね。見えない。くっ、日々が。もうこの無双は壊れる前提で進んだ方が良さそうですね。破損、機関も1個返ってくるし。さーて、13階にしてだいぶ短尺丼がいるな。うっ、食らった。敵がいるけど近くではない。暗闇、くっ、罠率が高いですね。感触ドン、
怖っ。これは何と戦ってるんでしょう。雲か。はい。ふう、だいぶ緊張する旅路になってきましたが、階段がまだあった。まだもう一部屋ぐらいありそうですか。なさそうですね。なんかまた北の方になければない気がしますけど、こっちに部屋がなければない。ないですね。降りましょう。勝ち。うお、はい、なおのこといきます。次、14階、階段はすぐ。長いですね。16階で終わってくれると嬉しいんですけど、まあでも多分な、20階だろうな。これ即降りしたい雰囲気、これ即降りしたい雰囲気。即降りします、即降りします。これはやばい。15階、やばい時は即降り。敵いるな。雲、そろそろ無双の太刀が壊れそうな気配がしますね。悪魔の爪、何ですかこいつ。天狗か。飛んでけ、飛ばされた。うわ、下の方にも敵がいる。どうしましょうね。覚醒丸を今拾ったので、これを1個飲んでしまいましょうか。キノコからほふる。よし、普通に覚醒丸効いてないです。お、効いてる効いてる。はい、復元があると嬉しい。帰還、帰れと。佐合城、増幅、増幅66強いです。無双に貼っとこう。で、上から小玉が来ている。早っ。これは破壊の爪。17、28、弱い。見切りのレイフ、敵ですよね。ほっ。さあ、もうちょっとだけ無双が持ってくれると嬉しいんですが、来ない子。なるほど。即折りムーブを見せていきたいところ。武庫の霊符が焼け落ちた。そういうことをします。何が焼け落ちました？これか。防御力がだいぶ下がった気がする。すむ。ムレムレ。ムレムレはまずい。やばいですね。ムレムレの状態で戦うのはまずいですよ。飛ばしてほしい。復元だ。破損。よし、これでだいぶ治りましたね。さて、イザナミが劣化だけ綺麗に落ちなかったのがなんとも。電撃の罠。神聖なる輝き欲しいですね。どうしようかな。幸運を置いて神聖を取っておきましょう。そろそろポチを読んどいた方がいい気がしますが。えい。だいぶ防御力が落ちている。攻撃力も SP がなくてだいぶ落ちている。えい、小玉、ほい、手裏剣がいっぱいよ。もう即折りフェーズかもしれないですね。くっ、増えた。結構まずいですね。
これ結構まずいですね。早めの回復。攻撃が一向に当たらない。粉はやめて。えい。まずいですね。ふむ、まずいですね。逃がしてもらえるか。回復、早めの回復。混乱してない。これは一旦ここで止まって、ダメですね。欲書くと死にますね。進みましょう。はい、17回。うん、ボスではないか。てか、そうか、16回でボスじゃなかった時点でボスじゃないか。はい、といった感じでね、今回はこの辺りで終了とさせていただいて、次回、もう多分即折りフェーズに入ると思いますが、神の命令を18回以降、攻略していきたいと思います。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。